リカワット。プレース。ついに来た。よしよしよし。ついに来たぞ。よし。来た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 。来た来た来た。ジャンプする。でかいか。手から先で。でかい。でかい。よし。うわ。うわ。でかいよ。おお。慎重に慎重に。慎重。うわあ。うわあ。うわあ。おっしゃ、やった俺。20、40出した。ああ、やったね。食ったー。また来た。おい、クシ、これがいい。ナイス。来た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 。ナイスナイス。よし。よし。うわー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 。うわこれはナイス。そんな大きくないですけど、まあまあナイスナイス。まあ30ちょい。来いよ。いや、ここで挟むは構わないけどね。ちょっと、うん、いかんとは絶対ない。なんでかじゃないけどね、鉄板だ。そうそうそう。つくつく帽子。タボさん、これ何のセミですかね。これつくつく帽子みたいな。つくつく帽子、つくつく帽子かもしれないんだ。タボ、どれ使うんですか。見せてくださいよ。あ、これこれ、スライダーワーム。スライダーワーム、小学生から愛用の。そう、1個10円で中古で売ってますよ。大量生産。大量生産。ゆきさん、どうよ。まだまだこれからよ。渋いな、ここ。いや、まだまだこれからなあ。ああ、今ね、うん、多忙仕様に、あの、うん、大山椒を授けたから。うん、まあ、なんでもやったらいいわ。ねえ、でも70釣った秘密のテクニックでやるのもいいかも。古いか。古い。意外なほどに食ってこんね。いや、今日は普段と違うところにバスが潜んでるみたいな。反応がなさすぎる。来た。どうやった、当たった。当たりが小さいです。小さい。久々の当たりで厳しいね。でも全然当たらんもんね。こういうベイトがものすごいいるんですけど、なんでしょうね、皆さんね、ベイトがすごい。ターボ、これなんすかね、これ。この小魚、このちっちゃいちりめんじゃこみたいな。いっぱいおる。なんだろう、なんだと思う、これ。はや、わかんない。なかなか厳しいぜ。はい、タンボさん、1時になりましたね。もうなりましたね。暑いね。暑くなったね、急に。あ、1時やね、12時やね。まだ12時、うん、朝寒かったのにね。寒かったな、本当。急に暑くなって。それなんすわ。ちょっと多分こっち見てくださいよ。どうすか。ねえ、これはいかないわ。全然、ま、長いの、うん、勝負は長いけど。ねえ、うん、魚いないのかな今日、ね、朝ポロポロっと釣れて。そうだよね。反応ないもんね。うわ、ワカサギ鳥。何あれ、ワカサギ鳥か。どうだった、全然だな。うわ、ワカサギ鳥。今でもわかんない。どこ行った。向こう。また向こうは上流の方に行って。うわ、何鳥あれ。とんでもないことになってるな。これが本当の衛星丸ですよ。
見えますか。いやー、これ全然釣れないな。厳しいね。これはかといって俺やりきりたいからな。いやいや、でも楽しいでしょ。楽しい。のターボー師匠、久々ね、釣れるのも久々よ。ターボー師匠のその必殺技もやってやったらいいでしょ。やったろ。ペペ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 ペンってつって。ペペペペペペペン。やったって。やったって。そしたらバスがドーン食うはず。ドーンと。当たった？あ、寝掛かり？あ、でも食ったかもしれんよ。結構繊細な当たり。今日本当に渋くてね。もう俺丸3時間当たりないよ。今日は渋いわ。おかしいわこれ。ダーボーさん釣れないですね。ねえ、これは反応がない。みんなの力が必要なんだよ。そうやね。力を貸してくれ。多分パーじゃないかな。パーやってみて。いや、こっち見て、こっち見てやって。それパー。キクスちょっと違うね。ふわだ、だ、誰のマネやねん、それ。誰のマネやろね、あれ。誰のマネ。いやいや、菊池、菊池、菊池さんのマネですか。いい加減に釣らんとな、これ、ね、もうさすがに釣らんとやばいでしょ、これは。お父さん、あそこに菊池さんいますね。ちょっと拡大します。菊池さん拡大。重なる。やっとるにゃあいつ。ガチでやってます、ターボーさん。ガチでやってる。菊池さんね、ガチ釣りしてます、あの人。ガチ釣りしてるか。結構上げとんちゃいますの。いや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 、話2割増し3割増しで聞かな。わかんない、あの人は。釣りに関しては3割増し。3割増し。3割増し。ほんますか。本当ですよ。あ、強烈なバイト、強烈な当たりがあるといいけど、今日は厳しいわ。もうこれ ASMR やるしかないな、この取り入した。どこ？え？黄色とこで。なになに？袋がぶら下がっとる。あれ台風の時に。あ、あっこまで水いったやん。うん、あんなとこぶら下がっとった俺。とんでもない。あかんあかんあかん。それからどう？全くダメですね。どういう状況？ただただしんどい。スピナーベイト投げっぱなし？スピナーベイト投げ続けとんの。ああ、んで？1回だけ魚が当たってきたけど。ああ、全く坊主あれから。今日で朝2匹釣った以来か。そうそう。俺はもう1匹も釣れないから。エボいな、お前ら。え？何やそれ、お前。お前らヘボいな。お前に言われたくない、お前。ヘボいぞ。ヘボいか。あの朝、あのターボーさんが釣って、俺も朝釣ってあれだけ。反応ないんだもん。反応ないな。今日だから渋いんちゃう。な。違う違う。ね。俺らヘボいんだ。ヘボいんか。俺らか。そうかの。この人がどうか聞いてみたいな。いやだから昨日も1匹しか釣れてないんだから、そんなもんよ。そうか。うん。昨日1匹？1匹。1日やって、こぼす1匹や。うん。暗いよ。タボシはご飯食べる。うん。ご飯食べる？そうです。菊池昼飯か。何食べる？何を食べる？釣れんもんね。うん。釣れん時はもう飯食って。まあそうやん。おにぎり弁当。今日はブラックバス食らうことにならないんだよな。ブラックバスのかば焼きするつもりやったのに。ブラックバスの唐揚げをね。
ガボさん何飯を。おお。トロそば。ファミリーマート。数量限定トロそば。うまそうに食べて食べて、宮城県の。うわうまそう。水揚げさ。これは。これうまいよ。うまい。うまい。だれだ。ポチパンマンだよな。おにぎりもらおうかな。お、来い来い来い。うおー、和風ツナマヨネーズ、いただきます。今日釣れんな。でも釣れんな。なんでやろ、こんなに厳しい日も過去最高に厳しくない。マジで厳しいかもね。なあ、朝の感じからするとこんな風になると思わない。当たりがねえもんな。おお、日高昆布うまそう。でもな、菊さん、昨日巻物で一人で20匹釣っとるらしい。あ、そう。うん、これが現実。俺ら2匹。俺らすごいってことやっぱり。なんかね、巻物でメインで、だいたい平均で一人20匹ぐらい釣れとるんだって。だから多分今日も釣れますよって聞いて、俺らこの紹介を。うん、まあ今日の状況は悪いかもな。さあ見てください、本物のカマキリが落ちてるでしょ。これがカマキリパターンなんですよ。ブラックバスのどこにや。これだ。これちっちゃいやろ、うん、これが続いとんや。15センチがワームよりちょっと。ターボーさん、うん、カマキリの死体がある。どう、あそこ、うん、あれカマキリの下あるでしょ。あれつけた、うん、あ、生きとるか、うん、だからグリーンのワームはカマキリワーム。カマキリワームいける。ちょっと歌った、うん、いや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 、ご飯が出よった。本当いけない。カマキリが助けてあげなきゃ。まだ生きてる。お逃げなさい。フェーシフェーシやめてあげて。カマキリ釣れちゃった。もう何本もない。おい、お逃げなさい。うん、もうあれブラックバスに食べれるとか言って。これがカマキリパターンです。これが現実ですわ。ターボーがあの危ない。キクさん、これターボーが今パーやってもらったんだけど、ちょっと違うんだわ。ちょっとターボーこっち見て。ターボーがちょっと違うんだわ。ちょっと本家本物ちょっと。もう大丈夫。本家本物とちょっとやったって。ぽわー。これ本物？本物？ちょっとターボーさん、ちょっとターボーさん。今の本物だから。今の本物だから。もう一回。ご飯入っとったけどできるかな。もう一回本物見せたって、もう一回。本物見せて。何が本物か知らないけど実は本物見せて。あれどういう意味、本物のパーを。うわー、これ本物なんや。じゃあ行きます。昨日の焼き肉の方が良かった。はい、どうぞ。これ人も危ないな。いや、まだ行くから行くから行くから。ガチだな。え、なになに。あいつガチだな。誰が。ピクルさん。なんで。バスで。バスだ。必死でやってる。必死でやってる。タモさんすごいじゃないですか。それ何をやって何をやってるんですかそれ。妊婦。ちょっとぶつぶつと腹出して。こっち向いてこっち向いてこっち向いて。うん。近い隠し。腹出して。うわぁ危ない。ちょっと触らして触らして、ちょっと触らして触らして、ちょっと持ってんや。あ、大丈夫。なにこれ硬っ。つまむかおつ。すごいすごいね、タワーさん。これ痩せんのよ、なかなか。もっとパチ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 やって。あ、いいね。
もう一度プワーって出るの、プワーってプワー顔がもう、あ、一匹釣れたよね。ちょっと朝2匹ね。明日はここじゃないんですか。ここ上がる。明日は別のとこ。うん。明日は別のとこよ。タゴ師匠が朝2匹釣ったとこ行こっか。ねえ。タゴさんが。6時。6時。あと2時間半。あ、海もいいね。オッケー。タボさん船持ってるんでしょ。持ってる、もうやめ、あの、終わってんだ。あ、やめたんだ。もうやめた。あのさ、タボさんちょっとお願いあるんだけど、うん、俺の代わりにあの赤目を釣ってきてくれんかな。おお、赤目な。赤目。あれでも赤目、あれ高知やなくてもどっぽろじゃない。いや高知のね、うん、とこでやっぱり。詳しい人もポイント教えてもらいながら、そう、1メーター20センチよ。1メーター20。ちょっとターボ、とんでもないものがある。あれ、あれ何あれ？どれ、ちょっと待って、どれ？あれあれは黄色いの。え？あれ？あれ何あれ？あれ天国に行くゴンドラじゃないか。そんな意味でもないこと。あれなんか、あれは木を運ぶやつ。伐採したんや、木を。山の木を伐採してわざわざゴンドラに乗せて。そう、あれ何のためにわざわざゴンドラに乗せるの。このショートカットする。何のために木を切るの。え、こう、あの自然をね、守るために。守るために割り箸作るのかな、木切って。ちゃうか。ちゃうかすごいね、俺初めて聞いた。カバポコにして、何あのゴンドラ。わざわざ空中からね。そう何を考えてんかな。でもね、考えてて、うん、何でもあれ、あんまり乗らんよね、物だよね。意味あるのかなって。人じゃない、やっぱり。いや、木とかでしょ、人。わざずーっと行って、これポコンと行くじゃない。うん、やっぱ木とかでしょ。にしてはなんか、形おかしくね。でも形が、人が乗る形ならあんな。もっと、おー、あれはなんか木を引っ掛けるやろ。危ないな。危ないね。タボ賞、あのガチ勢の菊池がさ、ガチ勢の菊池になって怒っちゃったの、さっき。え、釣れへんから。ガチなんだよ。ガチだもん。だって釣りしてね、俺とかだと釣れなくても、まあそういう日もあるさ。あの人本気で怒って。ガチ勢だからもうマジになっちゃったり、釣り行くいぜ。なんだあれ、熱っ、焼けとる。こんな熱なの。ほら、ほんで、多分あれ何あれ、あそこに浮かんどるの。まっすぐ見て。どこどこ。まっすぐまっすぐ湖のとこになんか浮いとるやん。あ、白いやつか。何あれ、カンカン。あれ生産カレじゃないか。あれなんか怪しいよね。なんかオナニー器具みたい。何、天下やった。天下やね、あれ。天下か。何やこれ。天下のニューバージョンか。わからんな、これ。好きだな。怪しいな。びっくりすると今日食わないですね。おかしいね。なんか今声聞こえんかった。声っつって、猿の声みたいな、向こうから。気のせいか、心霊声、心霊の声みたいな。あら、猿かな。あ、現場の親父が喋ってるだけ。あそこでこんだけがっつりやってね、ほとんどバスがいないところにルアーを投げまくってしまってたということで、今のところに近づいてないです。
これはもうちょっと取りたいですよね。タボ、タボどんなルアー使ってるんですか。芋虫。うわこれもうこれはやっぱりちょっと動き見せて、動きガの幼虫の動き、ちょっと水中に、水中にこれは釣れるね。これは釣れるよ。これはやばいね。粘り粘ってもう今4時半ですね。あと1時間ぐらいしかできないんですが、釣れないですね。いいね。ないだけでも釣れないんで、最後最後こいつにかけるしかない。8インチ変わりてる。ちっちゃい魚だったら取っても意味がない。全然もない化け物取るで今だ。どうなるんですか。うん。おおおお。いや、足したらいいんじゃないですか。いかんのですよ。横に足しとったらいかんのですか。うん。うん。おい、5時間半ぶりに、やっと。見て。おい。俺引っかかったぞ。引っかかった？ただ引っかかった。それで、あげたんですね。よっしゃ。なんでなん、もう嫌だった。こいつが。俺だけや。借りてる、やっぱり。おお。食ったの。かや。これ。ブリンブリン抜きた。最後で。おお。これ見て、ターボ。上等、上等。これは。やっぱターボさんやってくださいよ。やりたいっす。これ。私もやりたいっす。23センチ。よし、食ってきた。これが自分の技術ですよ。取れないところで一匹ひねり出す、この行動テクニック。コバスのバイトがあるね。超ちっちゃいわ。ジェロイク。あれからね、もうあと1時間しかないけど、粘ってるけど。何匹釣れた、あれから。最大は ちっちゃい。俺も全然ダメだ、釣れないわ今日。コバス1匹釣この辺がな、この辺が当たるね。さっきあの、すれ違った人に聞いたらやっぱこっちの方がいいって。ほんと、そうなんだ。ここで今こぼす、向こう行ったの間違いか。まあその日によってちゃうもんな、いろいろ。この辺で当たった、やっぱり。ここで一匹釣れた。あ、やっぱここ釣れるな。うん、こぼすな。今日一匹俺50アップらしきのバラしたよ、この辺で。手の感覚で50だと思ったね。バレたね。スピナーベイトで1本出た。釣れた。うん、うん、iPhone で撮ろうと思ったけど、 iPhone でやっとったらバラした。ああ、なるほどね。その間にバレた。まあそうでもないサイズやった。うん、全部小さい。うん、でかいの釣れんな今日。それだか低いな。いやでもターボートのほっこり調光器。これもうなんなん、ずっと電話が鳴るやろ。ターボーのもう電話しっぱなしやん。もうターボー師匠忙しい。うん、仕事の電話ばっかりで。はい、はいはいはい、うん、こういうのもある動画使ってっから、こういう会話もな、はいはい、自然な感じでやろ。はい、お願いします。はい。あのターボ師匠のやっぱりその営業トークがね、おだんだん覚えてきましたよ今日。はいはいはいっつって、はいっつって。いやでも結構トークうまいかもしれない。俺見て、もう勘弁してほしいんだ。何が。また電話かけていいだ。もしもし。どこの東側か。釣れないね。ふよ。うん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 。フォイシ。後でこれ食わんの。最後のサイドで、ちっちゃいわ。
でかいかこれ。でかい。でかい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 。でかいって。ちょっとずつでかい。ちっちゃいか思ったらでかいよ結構。あ、さっきのでかい。でかい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 。おお、でかいでかい。いやいや。25センチ。ていうか、このさ。いやいや、今あの喫茶店撮った午前中の。あのこれ31年やけどこれを菊池さんでかかった言うて40超えとった言うて言うとったよね40を超えとる感じに感じた言うて俺当たるだけで全然壊ないちっちゃいな。いやでもいや釣れるだけええわ。うん、まあ、25もうそれ釣れるだけナイスタイ。向こうで、おう、一匹釣ってよ。ガチで。キクさん、キクさん、おい、おい。ターボーが、ターボーが、ターボーがもうキクさんガチで入ってあれ、釣れない怒り始めちゃうでね。ガチで、一匹釣ってよ。5匹か。最大は大きなと思う。多分38か。実数29ぐらい。どんどん大きな。俺もこれでいこう。どれ、青山椒魚。これでも最後釣れ方終わりだ。オッケー。あのあれ気になるんですが、あれスズメバチかな。あの家のあここにある。あ出て。あ本当でかいの。怖。スズメバチや。これ完全にスズメバチでしょ。これあんなとこにとんでもない。1メーターぐらいある円形の。1メーターない。結構でかいでしょ。でもなんかスズメバチがいないね。もう去年のやつかな。すごいなスズメバチ。はい、ということで今日の兆候もね、もうそろそろお開きになってきました。頑張りましたねターボさん。頑張ったけど厳しかった今日は。うん、本当に厳しかった。まああと15分でも竿を置かないといけませんね。もうこれなんだこれ。蜂か、うん、セミかこれ。何やこれ。天然もんや、うん、何これ。そう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 。ガか。うん、そうです。セミか。クマゼミや、助けたる。うん、うん。ハルゼミや。セミや。看板。汚れてる。コンクリートのやつ。ガチゼミ。うん。ガチゼミや。そう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 。助けた。助けた。ハチも。それで救って助けたら飛んでったやん。ハチやな、セミセミ。セミセミ。猫だ、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 猫だ。わかる？ここにいる。猫だ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 猫。今日の猫だ。可愛い猫ちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れたね今日ね。こっちまで帰る。あ、こっち。あ、大丈夫です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です。大変だったね。大変でした。で、ターボーさんが坊主で、坊主です。俺が3匹で4匹か。で、菊池さんが5匹。5匹。でも、ターボーさん朝一で45アップかけとったからね。あれでかかったけど、ね。でかかったけどな。でかかったけどね。その前、後のも35ぐらいのバラしとるから、あとちょいだったね。ターボーさんね。だから岐阜さん、さっきあの釣りやってる人に聞いたら、うん、2人とも20匹釣ってるってことで、うん、予断がね、今回の幸せだから、うん、それの差がね、あるやろな。まあまあ、攻めるポイント。でも昨日より難しく切ったって言ったよ。これ見に。うん。2日連続釣りした人がね、昨日より難しくなってるって言った。これ右行って、うん。怪しいか、道は。危ない、危ない、危ない、危ない。どうした？いやいや、なんか怖いやん。うぅ、疲れたね。うん、まあ疲れるもんや。あ
まああれだけ座っとったらな。明日は朝何時間やんの？明日はね、ちょっと待ってよ。もうちょっとお金、5時間やろ、泊まるか。明日釣れるといいね。ちょっと前に70匹釣れとるらしいけど。なんとさ、こっちの方がいいですよって言われた。70匹釣れとる、うん、あれ、明日じゃあ俺ら20匹釣れるな。10匹は釣れる。少なく見てもどんどんだけどな、俺も。まあでも最大サイズ50欲しいよな。最大50までは釣れてない。じゃあ俺とりあえず1匹釣ってから調子いいの。まあターボーさんも明日出すんじゃないですか、50アップ。はい、じゃあ乾杯。いや、いきます。いやー、何色ですか。いや、あの一発目に来たね。いやあれな50言ってたよ、あれ50アップ。さすがに俺もさ、初対面で菊ちゃんの先輩で、うん、会社のね、先輩っていうことで、師匠だから。あ、まあ、師匠ですね。しかも70を釣られてるってことで、俺もちょっと失礼あったかなと思って、今日ちょっと一日ね、船で。あれなんですか、ね、でもまあボートだけど。ボートだけど、やっぱターボー先輩のあの50アップはターボー師匠、あれ惜しかったね。何が甘かったんだろう。フッキングでしょ。久しぶりにやったから釣りを、フッキングがちょっとガーっていうのが、フッキングは師匠ね、昔からフッキングが甘いんですよ。甘いんだ。フッキングが弱い。フッキングが弱い。弱いんだ2連発で、だって初めに2連発で来たもんね。そうだね、うん、今日100匹ぐらい釣るのかと思った。俺もおいおいやるなと思ったよ。その後坊主で一日終わっちゃったね。100匹釣るか思ったら坊主、もう一生懸命投げたのにね、あんだけ。そういや、俺もずっと投げっぱなしはほぼで、ほんと何回投げもやるんだよと思った。あの初めに行った釣った向こうの界隈が全く釣れんかったやん、うん、だからこっちが良かったね、今日は。そうやな、正味はね、半日ピコリともせんかったな。そうね、ってところ間違ったな。うん、6時間釣れんかった。奥でまあ1匹釣れたよ。まあ1匹だけだよ、僕。俺らも坊主は2人とも。え、あそこは釣れんかった。いや、奥で釣れんかった。あ、釣れんかった。釣れんかった。で、最後にこちらのご飯の上にかけてお召し上がりいただきます。ここに入れるんですね。先に行った方が良かったっけ。はい、これうまそうだ。県外の人みたいな上手だった。全然だって食わんから分からん。いただきます。マグロやばい。宇和島、宇和島のマグロやばいな。対面してる。何これ、これわさび。これ本わさび。タコさん、こう全部わさび。これそばこで言ったってください。いや、辛い。これ全部わさび。でかい。これ全部わさび。でかいね。じゃ本わさびだから。めっちゃでかい、ね。食べれるの。あ、そう。それこれだけで1500円。東京行ったらこれ1万円ぐらいですね。やっぱ宇和島いいわ。宇和島いいとこだわ。菊さん何食べてるの？対面してる。あ、対面してるけどどうやってやってるのそれ？これね。うん。卵と醤油混ぜたんやけど。混ぜて。ここにね。太陽。乗せちゃって乗せる乗せてこれをうまそうだな。これ顔が出せないのかお前、うん、顔出しねえだろもうお前。ねえ、だってターボー先輩がこんだけ顔丸出しにしてんだから。ユニフで行くやん。お前一ダメ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 。いや、肉人ジョイジョイ。あー、でもやばい。対面し、あ、ちょっと待って、対面しとこれを混ぜちゃってここで、うん、これはどういう味なの。醤油と卵の味。うわー、これで1400円、1300円。安くてうまいね。これあとこれじゃこじゃん。じゃこちゃん、これあるじゃこちゃん、いるやん。これね、じゃこ天おばさんっていたの。じゃこ天おばさん知らないの。うち東海地方ワッキーがさ、じゃこ天おばさんに会いに行く。ちょっと歌もん。なんで僕もかけて。東海地方では15年前にワッキーって芸能人が日本全国旅しとった。ワッキーってあれ、うん、ああ知ってるよ。あのワッキーって人が日本全国旅して、で毎回松山に行くたびにジャコ店の地域のジャコ店おばさんと喋る。JR の松山駅で。で俺喋りかけたのジャコ店おばさんに、うん、こんにちは、いつも見てますよ。で結構冷たかった対応が。はいはいみたいな。あ、しゃべりかけた。いや、東海地方としてはすごい有名人だ、そのローカルで。もう15年前な、うん、あれもなかったよ、あの番組な、うん、そうか、なんかそれあの横のやつやね、こっちのな有名やったもん。
じゃこ天やばいな。うますぎる。あ、ふかふまんご。これ何？いやいや、食べるとこ取らして。タボさんも食べ過ぎて痛風になっちゃう、これ以上食べる。すぐ違うもん、もううまいね。言うてんの4,3,9 じゃ松山名物鯛をいただきます。めでたい。これ養殖の鯛かな。でもうまいね、養殖が。また養殖、養殖うまっ。脂乗ってる。あいみょんおいしい。天然はさっぱりしてるもんね。そう、油が乗ってるわ。これカンパチかな。カンパチ、カンパチだと思う。ハマチの子供。いただきます。あ、天然だよこれ。カンパチはね、臭すね。臭すね。養殖か、あ、養殖かな。いや、天然。天然これ、うん、それナンバーで作ってる。あ、カンパチ入れ食い、うん、これで出てきたのかな。これだし巻き卵ですよ。これ箸ないの。いただきます。これやばい。はい、レモンチューハイ。うわ、だしが効いてる。これわさびやばい。はい、はい、すいません。すいません。あ、ありがとうございます。いや、ターボーさんやばいじゃないですか。これ、ちょっとこれだけで、これだけで思ったよりでかかったやっぱ。ターボーさん、ちょっと、うん、ターボーさん、ちょっと肉やばいじゃないですか、これ。これ、サラダが2つもできる。はい、です。まだ飲んじゃって、これ。タモさんの通報。やばい。タモさん、サラダ2つもついてる。なんで？ああ。これ。肉食べて、肉。これね、うまそうよ。どうした？飲むね、あの、たち。レモンチューハイ。レモンチューハイ飲んじゃって。いただきます。タモさん、こんな肉なんですか？肉。タボさん、これ1個ください。タボさん、僕もタボさん、なくなっちゃう。もう通だから、これ以上食べさせたらとんでもないよね。いただきます。あ、うまいな。まずはこのね、最高の愛媛の鯛。愛媛って鯛が有名なんだよね。ブランドになってるのね、愛媛は。ねえ、これみかん鯛。いただきます。あ、みかん食べました。みかん食べさせてる。もうちょっと味がちょっと爽やかになる。うまいけどな、これ。わさび全部入れたらいい。いや、これは辛いっす。ちょっと俺、わさび苦手ない。こんなにいらないけど、わさび。すごい量が入ってるね。だからあんまり辛くない。わさび。ああ。映画ブラックバスターとかか。ん？ああ、映画ブラックバスター、腹見せろ。うん、こんなもんか。これ見せろ。はい、よしよし。タボ。タボね、これも。ちょっと並べ。こっちがこれ菊池さんの腹ね。まあまあ出てるビールから。このターボがこれもこれ桃や。